孫前火山と福伏岳の地形図三重式火山の火口、原尾西山より左に孫前溶岩ドーム、支笏湖畔から望む秋の樽前山村崎山は、北海道南西部にある支笏湖の南側、苫小牧市の北西部に位置する活火山。標高は最高点の孫前ドームで1041メートル、一等三角点の東山で1022メートル、三等三角点の西山で994メートル。支笏洞爺国立公園に属する。福伏岳、恵庭岳とともに、支笏三山の一つに数えられる。山名の由来は、アイヌ語で、タオロマイターオーマイ。一般的にアイヌは山に山そのものを指す名前をつけず、これこれという川の上流の山という名付け方をすることが多いので、この言葉は現在の樽崎山そのものを指すのではなく、孫崎山の南側を下る、現在の孫前川を指した言葉である可能性が高く、その水源として、孫崎山という名になったと思われる。孫崎山そのものを指したアイヌ語の名称としては、おふいのぼりが1807年の畑奥丸による東、蝦夷地屏風にあり、増補千歳市ではこれをオフィヌプリオーイヌプリと解釈している。地元では主に、樽前山と呼んでいる。後に、孫前の子が当てられ学者での読みも、樽前だったというが、現在では、樽前の読みが一般的になってしまっている。当地に自生する岩袋の別名も、樽前草である。活動開始時期は約9000年前とされ、これまでの活動は約1000年以上の休止期を挟んで3つの活動期に区分される。1909年の噴火で山頂には溶岩ドームが形成された。樽前山溶岩延長丘として北海道指定文化財の天然記念物に指定されている。この溶岩ドームは比較的大きい上に、山体とは異なった色をしているために目立ち、孫崎山を特徴づけている。孫崎山は南から東にかけて高山と隣接していないので、これらの方向からは遠くから見てもこの山が樽崎山であることを容易に判別できる。つまりこの溶岩ドームが樽崎山をランドマークとしやすい山にしているのである。活発な噴気活動があるので、一般の登山者は進入禁止となっているが、過去に何度か北海道大学等により調査目的の登山が実施されている。1909年の噴火孫崎山のある苫小牧市では、孫崎山と福伏岳を一括して、孫崎山に含め過去の噴火例を参考に数パターンの噴火想定を行っている。小噴火、前兆なく噴火、有害な火山ガスが発生する。可能性があり登山規制。市街地での被害は発生しない。中噴火。山頂部に火口開口し噴煙を高く吹き上げる噴火。火山灰が風下の市街地で数センチ積もる可能性と山頂部や山腹への噴石到達。噴火後の降雨による土石流、マグマ噴火の場合は火砕流、さらに積雪期には融雪型泥流を想定。大噴火。周辺全方位への高温の火砕流、風下側には大量の軽石、広範囲の避難が必要。火山性の土壌であることはもとより、南側斜面が開けている地形となっていることから、南から吹き込む強風時には、山麓の森林が一斉に倒木する被害を受けやすい。古くは、洞爺丸台風の際に生じたほか、2004年の台風接近時には、国道276号の両側の樹木が一斉になぎ倒され、長期間にわたり通行不能状態が続いた。現在でも道路の両側には被害を受けた森林の跡地がぽっかりと開く異様な光景を見ることができる。苫小牧市は樽前山火山防災会議協議会を設立するとともに山頂噴火による降灰、火砕流、関連した土石流などを想定したハザードマップを作成し防災計画を策定している。火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。登山ルートは多岐にわたるが一般的なのは国道276号から北海道道141号村前錦岡線、林道を通り樽崎山7合目登山口の駐車場から登るルートである。子供でも1時間程度で外輪山にたどり着けるため、地元小学校の定番の遠足地になっている。かつては、支笏水海側から苔の洞門と呼ばれる苔の密生した岩肌の間を通る登山道が存在したが、苔の保護及び崩落の恐れにより封鎖。その後、旧登山道の一部は苔の洞門の観察を目的とした遊歩道、観覧台になっている。2018年頃からトレイルラン愛好者やマウンテンバイクを持ち込む登山者が現れた。苫小牧市観光振興課は、マウンテンバイクは大変危険なので自粛してほしいと呼びかけている。ありがとうございます。